やー、でもお泊まりツーリングってワクワクしますね。お家じゃないふかふかの布団で眠れるって、まあ、こう非日常を味わえるっていうのいいですね。外泊。コンメリピーメリノです。ただいま入院中です。右足の大腿骨と骨盤を骨折してしまいました。ちょっと見づらいんですけど、足が固定されてます。割と重病患者になっちゃいました。左足は大丈夫です。靴下履かされてる。そして残念なことに手術しないと歩けないみたいなんで、5月の11日に全身麻酔で手術してきます。本当はもっと早く手術してほしかったんですけど、ゴールデンウィークで先生がいなくて2週間もこのまま放置されることになりました。とても痛い。2週間風呂入ってないし、髪も洗ってないです。とりあえず我慢します。骨折の手術が終わって3日ぐらい経ちました。手術終わってからすぐ本気で痛すぎて地獄かと思ったんですけど、3日も経ったんで普通に喋れるくらいの余裕が出てきました。最初は体が全く起こせなくて大変だったんですけど、一応40度ぐらいまで起きれるようになりました。それなんで足の様子もよくわかります。とりあえず傷とあざが汚い。あと骨折しちゃうと血栓ができやすいということで、血栓防止のために圧迫ソックス履いて足のマッサージャーを常につけてます。これがくせ者で夜中になっても眠れません。まだ痛いのもあってうまく動かせないんですけど、少しずつリハビリ頑張っていきます。はい、コンメリピー。まだ足はそんな動かないです。こっちは動くんですけど、事故った方はこっちです。なんかクジラみたいな絵が描いてあるんです。交通事故って怖いな。地道に直していきたいと思います。ピク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 、はははっ、くっ、なんか手術したら良くなると思ったんですけど、まだしびれと麻痺があって足がうまく動かせないんです。これが手一本。本当良くなるのかな。本当に良くなるのか毎日不安で泣いてます。早く1ヶ月とかになってほしいな。どうなってるんだろう。まだ全く歩けないんで、まあ、そこからスタートになってます。病院食はカレーです。美味しそう。
りあえず食べます。のビリグッド。コメリピ。いや、手術から1ヶ月ぐらい経ちまして、車椅子に乗れるようになりました。なんとか左足だけで立てるようにはなったんですけど、やっぱり右足がほぼ動かないです。こんにちは、こんにちは。あとはすごい厄介なんですけど、ちょっと神経痛が出てしまって、足の甲のあたりですね、こう正座してしびれた感じがずっと続いてます。割と痛くて夜あんまり眠れません。ほんといつまで続くんだろう。まだ入院生活続きそうです。頑張ります。1ヶ月もいると割と病院内が私物で溢れてきました。すごい物がいっぱい。入院してから40何日経過しました。うわ、こんなに経っちゃった。ギブスみたいなのを作ってもらいました。なんか硬いね、こう足が固定されてとてもいいみたいです。よいしょ。足首から下はあんまり動かないんですけど、こう付け根から足首までは割と動きます。ご飯食べた後にシャワーも浴びてきて、すごいスッキリしました。びっくりするんですけど、シャワーが週に2回しか浴びれなくて、少なくないですか？病院ってこんなもんなんかな。足は、こんぐらいは動くようになりました。最近はちょっとずつ歩くの始まってます。ちょっとズボンが下がってくるんで、最初に上げてこういう歩行器で歩きます。でもやっぱり右足はちょっと甲があまり動きが良くなくて上に持ち上がんないです。先生は治るとか言ってくれてるんですけど、いつ治るんだろう。だからスリッパもこうやって、こうやって左足でやらないと履けないかも。よし、こうやって上げます。お、ガシャンガシャン。こんな、ちょっと汚くてごめんなさい。足の傷はだいぶ良くなりました。ここの絆創膏が取れたらもう大丈夫かな。まあここもそのうち綺麗になるかなって感じで、あんまり痛くはないです。爪はちょっと死んでます。多分そのうち剥がれそう。あ、紫色になってる。動けー、動けー。ああ、入院前に比べると体重が4キロ痩せました。多分筋肉がなくなっちゃったんだと思います。
早く家帰りたいな。ここはリハビリ病院になります。入院生活も2ヶ月目突破です。こんなに長くなるなんて思ってなかったな。ここでも頑張ってます。えいえいえい、じゃん、入庫室でーす。入院生活とっても寂しいんで、このウサギと共に暮らしてます。名前はぴょん吉でーす。よろしくぴょん。これ取れる。まあとりあえず少しでも毎日楽しくなるように日々工夫を重ねて